皆さんこんにちは。日本デザインの大坪くまです。今日は3本目の音声、コンセプトの作り方をお届けしたいと思います。コンセプトの作り方をワーク形式でお伝えしていくんですけれども、ちょっとその前に作り方の肝だけ2点ほどお伝えしておこうと思います。でこの肝の部分ですね、音声1本目、2本目と同じように、作る前に頭の中にセットアップされているかどうかで、 出来上がるコンセプトのクオリティがだいぶ差が出てしまうので、ぜひこの点も理解した上で、コンセプト作りに取り組んでいただけたらと思ってお届けします。まず一つ目、他人軸ではなく自分軸で作るということがあります。コンセプトを作るときに、例えば、競合ライバルがこういう風なコンセプトを打ち出しているから、うちはこっち路線で行こうだとか、今、えー、世の中の流れがこういう風になってきているから、 うちらはこういう軸で売り出そうとか、そういうことをコンセプト作りの時に考えてしまうことって多いと思うんですけれども、よくまあマーケティングでも競合分析とかありますけれど、そういうことではなく、このコンセプトはあなたのビジネスの肝になるので、あなたの情熱がそこに注げなければ、コンセプトがちゃんと機能しなくなってしまうんですよね。 ですので、他人軸ではなく自分軸、あなたがどんなビジネスをどんな気持ちでやりたいのか、どんなお客さんに接したいのか、そのお客さんとの関わり合いでどういう感情を得たいのかとか、そういうことが一番重要になってくるんで、他人軸ではなく自分軸で作ってくださいということが一つあります。で、もう一つが顧客主体ではなく自分主体っていうことです。言葉だけ聞くと、 え基本的にビジネスって顧客が主体じゃないのって思ってしまうと思うんですよ。で、実際ビジネスは顧客がえ、市場が主体にはなるんですが、コンセプト作りの時には、この顧客主体っていうことは忘れてもらって構わないです。これはなぜかっていうと、コンセプトを作るときにあなたが作りたいのは古いコンセプトなのか、それとも新しいコンセプトなのかっていう質問なんですが、 で、これ、あの、聞かれるまでもないと思うんですけど、聞かれないと、多分頭の中で理解できないと思うんで、えもう一回質問しますね。コンセプトを作るときにあなたが作りたいのは古いコンセプトなのか、新しいコンセプトなのか。当然、新しいコンセプトだと思います。ですが、さっき言ったその他人軸自分軸の話じゃないですけれども、 あの市場調査とかから始めてコンセプトを作るときってどうしてもリサーチの範囲で結果に偏りって出てくるんですよねこの市場この業界であればこういった傾向のコンセプトが多いとかそういうのをあまり見すぎるとやっぱり古いコンセプト今あるコンセプトの延長線上のものばっか考えてしまうと思うんですよねで実際まあ思うってだけじゃなくて自分がいろいろお手伝いしている中でクライアントさんにコンセプト考えてって言ってもどうしても もうなんかそれどっかで聞いたことあるよなとか、えー、ライバルのなんかいいとこ取り程度じゃないのみたいなコンセプトになっちゃうんですね。そうじゃなくて、新しいコンセプトを作らなければいけないので、新しい価値観っていうのを持ってこなきゃいけないんですね。で、新しい価値観っていうのはどういうところから生まれてくるかっていうときに、例えば、多業種とか参考にするのはいいと思います。 あとは街歩いてみたり、えー、本屋さんで、一番本屋とかよく行くんですけれども、一、えー、回行ったらもう一日8時間ぐらいもうなんか帰ってこれなくなったりするんですけどね、本屋から。上の階から一番下の階まで自分が興味あるかないか関係なしに全部見てくるんですよ。で、そういう時に意外ともともと自分がやってたりクライアントをお手伝いさせてもらってるクライアントのビジネスのアイデアがどんどん出てきたりするんですね。で、そういったことをやっているかどうかで、 新しいコンセプトが生まれるかどうかっていうのは変わってきます。なので、顧客主体っていう初めの話に戻ると、お客さんって基本的にどういった人たちかっていうと、自分だったり、自分の競合だったりが提供しているサービスの受益者なわけですね。購入者なわけなので、古いコンセプトしか見たことないわけですよ。なので、そういった人たちにマーケットリサーチをかけていくと、 どん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 情報が古いコンセプトを作り上げるための情報だけが揃ってきてしまうっていうことが起こります。なので、えー、あなた、自分主体ですね、あなたがどんな、えー、ビジネスを作りたいかっていうところを常に立ち返らなければいけないので、顧客、マーケットリサーチ、えー、無駄だとは言わないんですけども、そういったことを念頭に入れた上で、えー、作ってもらえたらと思います。 で自分したいって言ってますけど、自分したいと自分本位は基本的に違うので、自分のためっていう意味じゃないですよ。あなたがあなたの頭の中、心の中にあるものをコンセプトとしてアウトプットするっていうだけなので、基本的に、えー、俺だけ稼げればいい。そういった、えー、自分本位と、えー、自分したいっていうものの違いだけは、えー、ちゃんと頭に入れておいてください。で、今言った話は実際自分がコンセプトを作るときにも常に頭に入れてるので、 自分がコンセプト作りするときとか、結構マーケットリサーチは適当だったりするんですけれど、案件によってはもう本当マーケットリサーチしたことないですね。しないこともとても多いんですけれども、ヒット率が高いっていうのはやっぱり今言った二つ。他人軸じゃなくて自分軸で作るということを、顧客主体じゃなくて自分主体で作るという。この二点が抑えられているから、ちゃんとコンセプトがハマって、その後、ビジネスとして右肩上がりに成長していくものが手に入るっていうことだと思います。 では実際コンセプトの作り方の方に入っていこうと思うんですけれどもまず業界の定義をしましょうあなたはどの業界でビジネスをしますかという質問ですねでこのどの業界でっていうのは初めは明確にしておいてもらった方が良いですよく自分らみたいなマーケティングコンサルティングだったりあとは NLP のコーチングだったりもうヒップのセラピーとか 治療家さんとかですかね、主義で健康をどうこうするとか、栄養を教えてますとか、いろんなビジネスあると思うんですけども、そういうのって、よくよく考えるとすべての人に必要とされていて、すべての人にメリットを提供できるものなんですけれど、初めからすべての人にいいです、すべての人にやってほしい、受けてほしいっていうふうにしてしまうと、大概外,外れます。もううちの会社自体は、どんなお客さんが来ても大丈夫ですよって言ってますし、どんな問題であっても、 一緒に解決することができますよっていう話はしちゃってますけれども、初めからそういうふうには作ってないです。今でこそ結果がいろんな業界で積み上げてきてるから、実際どこでも大丈夫ですよって話はできますし、で、当時できたかって言ったら、多分今ほど成功率は高くないかもしれないけど、できたんですよね。ですが、一番初めそういう打ち出し方はしませんでした。というのも、お客さん側の視点に立ってみればわかるんですけれども、 まだ関係値がない人からいきなり私はどんな業界でも結果が出せるんであなたの業界でも大丈夫ですよって言われてもなかなか信用できないと思うんですよねだからこそどの業界でお仕事をするのかどういったターゲットにサービスを提供するのかっていうのを明確にしないといけないですまあ明確にすると言ってもニッチまで行かなくても大丈夫ですけれども全ては NG っていうふうなことですねなので全てじゃないこのエリア っていうようなことが言えるようにしておいてください。音声1でお伝えしたような、例えばターゲットの性格とか老いたち、そういったことにまつわるセグメントでも大丈夫です。例えば家庭環境で言ったら、じゃあ子供が不登校になっている家庭っていう、えー、お悩みのセグメントもできるだろうし、逆に、あの、両親と両親の両親、おじいちゃんおばあちゃんが全て健全な家庭っていうセグメントもできると思うんですよね。なので、 どんなセグメントでも構わないですけれども、特にこのエリアが得意です。このエリアをターゲットにしますっていうようなことが言えるような状態になっていると良いです。あなたはどの業界に商品サービスを提供するっていうのがある程度明確になってくれてればと思います。できそうですかね。では次に、その業界について あななななたたたが気に食わなかっっっっり、もととここううらいいてて思うところを考えてください。ターゲットに設定する層によって、まあ、マイナスを0にするっていうこともあるだろうし0をプラスにっていうこともあるだろうしなのでマイナスを0であったらあなたが気に食わないこと0をプラスだったらもっとこうなったらいいのになっていうことそういったことを書き出してください。 それが書き出したら、次になぜそう思うのかも、その理由を明確にしてください。理由を明確にするときには、人によっては自分自身もそういった問題を抱えていたからっていう人もいると思いますし、あとは身近な人だって友人ですかね。親族、友人たちにこういったことがあったからっていう理由の人もいるだろうし、 あとは、明確に理由は思い出せないけれども、革新レベルでっていう人がいたら、それでも構わないので、書いてみてください。で、文章にできない限りは、明確になっていないということなので、ちゃんと文章にするっていうことは、ここでは、とても重視しています。で、この二つ書けましたかね。そしたら、これであなたのターゲットと、ターゲットの理想の未来ができたということになります。 このターゲットとターゲットの理想の未来というのがあなたのビジョンです。あなたのビジネスのビジョンになります。これ簡易的にサクサクね、どんどん進めちゃってますけれども、ここがあなたのライフワークのベースになるので、納得いかなかったら、まあ音声途中止めてもらっても構わないので、納得いくまでしっかり出してあげてください。次、えー、あなたの見込み客の理想の未来と現在。 の位置ですね。現状にギャップがあると思いますで。そのギャップをあなたはどう埋めますかという質問です。あなたの見込み客の理想の未来、えー、ビジョンで考えましたよね。で、今の現状があります。そのギャップをどうやってあなたを埋めるのか、えー、あなたはどんな商品サービスを提供することで彼らを理想の未来へ導いてあげるのかということを、えー、書いてください。 で彼らは理想の未来へ現状からステップアップするために、はしごが必要なわけですよね。まあ、はしごみたいな階段でもエレベーターでもエスカレーターでもいいんですけれど。で、イメージしてほしいのは、そのはしごを作れるのは、ここではあなただけなんですよね。で、あなたがそのはしごを提供してあげないと、彼らえ、彼女らは現状から理想の未来に行けないとしたら、あなたはどんなはしごをかけてあげますかという質問です。 どうですかできましたかねでここまでできたら、えー、今までの質問を一文にまとめる仕上げに入りましょうでこの文章に当てはめてもらったら手っ取り早いっていうのがあるんで、えー、その文章を、えー、お伝えしますどんな文章かというと「私は何々で困っている」「何々に何々を提供することで何々に導くものです」っていうことですね で、四つ穴埋めの箇所があるんですけれども、それぞれ、1個目が、現在の状態。で、2個目が、ターゲット。3個目があなたの商品サービス。4個目が、理想の状態。で、これ、中に入れて話していきますね。私は、現在の状態で困っているターゲットに、あなたの商品サービスを提供することで、理想の状態に、 導くものです。このフォーマットに当てはめて、あなたのコンセプト、1個の文章にしてみてください。これが一番スタンダードで、一番わかりやすい、えー、漏れが起きにくいですかね。まあ、最大公約数的なコンセプトのテンプレートなので、ぜひ、この程度はですね、答えられるようにしてもらえたらなと思います。いずれですね、あなたのコンセプトメイキングのスキルが上がっていくと、もっとインパクトがある、 もう相手の脳に一発で覚えさせるようなコンセプトが作れるようになります。例えば、まあ、有名どころで言うと、アップルのシンクディファレントとか、スターバックスのサードプレイスとか、そういったシンプルだけども、ちゃんと相手の頭に残るような、で、実際それが体現されているようなビジネスのコンセプトができます。自分が作っている教会のスローガンだったら、 これ、健康産業で女性向けにやってるやつなんですけども、不妊をゼロっていうワンフレーズなんですよ。今、世の中200万人ぐらい不妊症の方がいらっしゃって、でそれによって、体もメンタルも、すごい辛い思いをしてる人たちがいるんですけど、そういったもろもろのさっきのコンセプトのテンプレートありますよね。ああいったことをまとめて一言で言うなら、不妊をゼロにっていうコンセプトが出来上がってます。あと、自社の場合、顧客の成長を通じて日本をデザインするチーム。で、さらに言うと、 この顧客の成長を通じて日本をデザインするチームっていうものは社名で完結してるんですね。うちの社名日本デザイン、株式会社日本デザインって言うんですけれども、このワンフレーズ完結してるわけです。で、これをお聞きのあなたもですね、そういったレベルでコンセプトを詰めることができると、前の音声で言ってた通り、周りの90%潰れるビジネスとは違うですね。楽しみながらあなたもあなたのお客さんも豊かになれる。そんな右肩上がりのビジネスが出来上がるので、 コンセプトってていうのはとても重要です。まあ、今回ですね、この音声自体無料プレゼントとしてますけれども、無料の音声だとまあ甘まあく見ないでですね、このくらいのものはすぐ作れるようになるまで何度も聞き返してもらえたらなと思います。で自分の場合はこういうのをまあ何千回とやっているんで、お客さんの話を聞いたらすぐにコンセプトっていうのがパッと出てきますし、咲いてる時であればですね、想像つかないと思うんですけども、顔合わせた段階でですね、コンセプトが浮かんだり、 すすることもありますで実際に一とといベストセラーサッカーで複数の事業を持っている著名人のプロモーションを相談されたりもしたんですけれどもアドバイスとしてうちが手伝わずに本人だけでもできるようにコンセプトと、えー、マーケティングあとその後に来るセールスとかブランディングの話までパッとアドバイスしてお渡ししましたあどんくらいだろうな実際話したのは20分くらいの会話だったと思うんですけれどその、えー、コンセプト だったり、そのマーケティングのプランの話だけで、6000万円ぐらい得したんで、なので、まあ、とても感謝されました。で、こういったことができるから、自分の場合、1時間60万円のコンサルティング料金と、クライアントから安すぎるって言われるわけですよね。あちまたで3時間6万円でも高すぎるって言われちゃうコンサルタントだったり、コーチいると思いますけれど、1時間60万円でも安すぎるって言われるのは、 こういった違いがあります。なんでこれ自分の自慢してるわけじゃなくて、あなたもこういうコンセプトっていう、えー、もっともっと深いビジネスの根っこの部分を取り扱うことができるようになると、クライアントにはとても喜ばれますよという、えー、一参考の成功事例っていう感じで聞いてもらえればと思ってます。ですからあなたも、えー、今日話したコンセプトの作り方というのは、いつでも思い浮かんでパッと作れるようにぜひしてください。 何度も言いますが、マーケティングもセールスもコンセプトの上に乗っかってくるものです。例えば、えー、ナイアガラの滝の上だったり、北極の上に綺麗でとてもおしゃれなログハウスを建てたところで誰も住めないわけですよ、まあ。素晴らしい家だって無駄になるわけですね。コンセプトとマーケティングセールスの関係も同じで、コンセプトが外れてしまってたら、 その上に乗っかるマーケティングのテクニックが素晴らしかったり、まあ、最新のマーケティングですよっていう話だったりしても、セールスも過去すごい結果が出てるセールスのノウハウなんですよっていう話だったとしても、コンセプトが外れてたら0点です。どんなマーケティングもどんなセールスも無駄になってしまいます。なので、今日の音声も何回か聞き直しながら、あなたの人生を明るく輝かせてくれるようなコンセプトを作ってみてください。 さっきのフレームに沿った状態のでいいので、あの短く集約したものを作るとは言わないので、こんなコンセプトができましたみたいなメッセージ、えー、ウェルカムです。ぜひ取り組んでみてください。で次回は4本目、えー、コンセプトのその先というテーマで、また音声を収録してお届けしたいと思います。また次回。えー、楽しみに待っていてください。